でもこれは房さんがなんかよく返してきた、頑張ったな森友っていうとこから生まれた曲だから一緒に演ずることはコラボになってるけど、これは本当に生まれた曲じゃない。そうそうそう、本当に作ったんじゃなくて生まれちゃったっていうね。それもコラボで、本当のコラボですよね。最後に歌えるようになった時も「始まります」ってメグにブルーサレ「始めます」っていう報告しに行ったんですよ。そんなのがあって、これね、声聞こえるかな森友だったらって来たのがもうバーンしちゃったから、単に1曲を作ったっていうよりは、その何年間の時間の中で合ってるのは本当に点なんだけど、まあ、僕にとってはすごいね、大きな人だから、いつもそのボーカリストとしてこれ以上に歌を嬉しそうに歌う人は知らない。だから歌うことが僕は辛かったから、歌うことが気持ちいい、楽しいんだっていうのをもう一回思い出しにこの人のライブにしたでしょ。数えきれないほどの星を見上げて、君がどこにいるのかわからない、そんな旅だったような気がする。